藤田博士は、日本の数学者。専門は、関数解析学、変微分方程式。東京大学名誉教授。大阪市出身。幼少期から中学校まで、愛媛県新浜市久保田町に在住。1948年、東京大学理学部物理学科入学。当時は、小平国彦、久保良吾、山内康彦、今井勲。 高橋秀俊らが教鞭をとっていた。1952年卒業後、同大学院に進学し、物理学教室に所属。1956年同助手。1960年、東京大学工学部応用物理学科講師。応用物理学科時代前半に、スタンフォード大学へ留学。1964年に帰国してから間もなく、 平人助教授として、東京大学理学部数学科でも、教弁を取るようになった。1966年より、東京大学理学部数学科教授。1967から1968年、ニューヨーク大学クーラント数理科学研究所に滞在。1971から1988年には、京都大学数理解析研究所の平人教授を、務めた。 1988年東京大学理学部長。1989年東京大学理学部名誉教授。同年より新設の明治大学理工学部数学科教授。1999年東海大学教授。見分書院の大学への数学シリーズの執筆者としても知られる。また、東京出版の月刊誌。 大学への数学の執筆をしていたこともある。日本数学会会長、日本応用数理学会会長などを務める。現在は、文英堂のシグマベスト理解しやすい、数学シリーズ全巻の編社である。過去に、数学オリンピック財団理事長を務めた。1964年、藤原賞受賞。1990年、四十法賞受賞。2000年、 君に東水報奨受賞。ありがとうございます。